え？積み上がった遺骨の中にはっきりと携帯をとどめた下顎のない頭蓋骨が転がって、工事じゃないだろうな、やめてくれよ、ちょっと工事生きてもう一度会いたいわ。自分で燃えちゃったのかな、自分燃やそうみたいな、俺も遺骨になって吸ってもらうんだみたいな。この刃、この特徴のある刃はどこかで見たことがある。まさか俺にはそれがなんとなく工事の刃に見えた。しかしそんな物騒な予感は心の中で慌てて打ち消した。これが工事の刃であるわけないじゃないか。そんなことあるわけない。でも俺は次第に恐ろしい想像に支配され始めていた。工事の携帯が露天室で見つかったことと、あの刃の、骨、骨片が工事のものに似ていることがどうしても無関係に思えなくなったのだ。いや無関係じゃないっしょ普通は。もしかしたら工事は死んで仮装されたのかもしれない。誰に仮装されたの？俺は慌てて警察に通報した。しかし警察は俺の話を信じようとはしなかった。携帯が仮装場で見つかったからといって、なぜ少年が仮装されたと考えるのか。刃にしても似たような歯並びの人間はいくらでもいる。 DNA 鑑定してよ DNA。 俺だってあの骨が工事じゃない、そう思った方が良かったのだから。もう一度惨敗置き場に行ってみた。念のためあの刃の破片をもう一度見ておこうと思ったのだ。あれ？骨片か。あれは夢だったのか、それとも誰かが工事の行方を探す残りの手がかりとして、俺はエミさんにわずかな希望を託していた。工事の失踪について彼女が何か知っているかもしれない。工事がね、エミさんの前に現れた可能性まだあるからね。週明けの月曜、俺はグラウンドに佇むエミさんに話しかけた。エミさん、工事について何か知らないか。何でもいい、工事が失踪する前に君に何か言い残してたりしないか。なぜ？何も聞いてないわ。なんでそんなこと私に。なんでこの人人気あんの、エミさん。怖いじゃん。工事は君のことが好きだったんだ。君のことで悩んでいたんじゃないかと思って。それがどうしたのよ。そんなこと私には関係ないでしょ。変な言いがかりをしてる。性格も悪いし。彼女はそう冷たく言い放った。俺は何も言えなかった。しかし、それは彼女がものすごい剣幕で突っかかってきたからではない。彼女の口からほんのり仮装の匂いが漂ってきたからだった。エミさんはきっと工事の行方を知っている。俺の思いは想像から確信に変わり始めた。吸ってるんだ工事の。工事燃やして吸ったってこと？大量の仮装が済んでそれなりの時間が経ったためか、それまで街に停滞していた仮装の匂いが徐々に消えていった。どういうわけか、その後しばらくの間、エミさんの体や息からあの匂いが漂ってきた。そして影の殻もエミさんと同じ匂いがした。この二人が殺したの？あらぬ推測が囁かれ始めた。エミさんと影のイライラし始めていた。最初は噂のせいかと思ったが、どうもそうじゃない。やっぱりそうだ。あのなんていうの、もうあの煙の中毒みたいな、なんかね薬みたいになってんだよこれ。でこうやって主人公を殺そうとするんじゃないの？噂を気にしてイライラしているには様子がおかしすぎる。やがてとうとう二人は学校に出てこなくなった。工事の失踪について依然としてエミさんが関係しているのではないかという思いを捨てていなかった。もしかしたら影野も何かしているかもしれない。このままじっとしていても何も解決しない。二人とも学校に出てこなくなった今、俺の方から行動に出るべきじゃないのか。どっちの家行く？影野？ああ、エミさんの家豪華だな。グラウンドでは話を聞くことができなかったが、今度は何かを聞き出すまでは引き下がれない。俺を待っていたのはエミさんが数日前から家に帰ってないという予想外の事実だった。本当に困った子だよ。両親が離婚してからあの子もすっかり変わってしまった。私にもあの子が何を考えてるのかわからないよ、ね、キモリのこと考えてますよ。友達の家に転がり込んでる。影野くんまだ姿は見てないからな。由緒ある家柄、古いが豪華な家のどれかに違いない。
なんかこれ見てはいけないもの見そうだよな。影野という表札は、難なく見つかった。朽ち果てた漆喰の門をくぐって荒れ放題の庭に入る。黒ずんだ建物は微妙に傾き、壁のあちこちに潮が吹いたような白いまだらな模様が広がっている。老人、こちらに影の、こちらは影のみのるくんのお宅でしょうか。そんなやつはうちにおらん。めっちゃ怒ってんじゃん。なんか感動されたのかな。表札が他にいくつもあることに、あ、同じ名字の血縁者が多い。しかし町中に影野という名前を見た覚えはない。墓地裏に集中しているようだが、何か訳があるのだろうか。なんかあれかな、そういう種族なのかな、そういう一族というか、煙を吸うことによって快感を覚える一族。あ、これはエミさん、とっさに彼女の後を追った。また煙吸いに行ってんじゃない。もしかしてこれさ、今度は影野くんが燃やされたの？誰かを殺して燃やして吸おうとしてんだよな、きっと。じゃあ向こうで燃やしてきたのかな。多分煙を吸い込もうとしてるんだろう。だがそこにはもう煙がない。ああ、まだ殺してはいないんだ。エミさんは苦しみが言えない病人のようにもがいて地面を突っ伏すと、今度はザメザメと泣き始めた。いや、もうこれもう中毒者。大丈夫か、エミさん、一体どうしたんだ。殺されるぞ。新薬、私最近どうかしてしまったみたいなの。ねえ、私変じゃない。自分でも一体何をしているのかわからないことがあるの。だいぶ前から変だよ、あなた。君はこの前ここで煙をしていたね。あれが何の煙か君は知ってるのかい。何のこと覚えてないわ。私また変なことしてたの。気づいてないのか。携帯が鳴った。ああ、びっくりした。迷ったせいに出ると意外な相手の声がした。おお、コウジ。紛れもなくコウジの声だった。コウジか、お前来ていたのか。バカ野郎、心配させやがって。どっから電話してんだ。携帯持ってないよな。火葬場の棺の炉の中だ。縛られて身動きが取れない。なんだって。今俺を拉致した犯人がボイラーに転火しようとしている。早く助けてくれ。一体どういうことなのか。俺の頭は混乱した。しかしこうじゃ一刻を争う危険な状態になるらしい。遠いんじゃない、そこまで。やっぱ影野くんが燃やしてて吸おうとしてんだな。もうフラフラでもう何やってるか分かってないんだろうな、きっと。間に合うかこれ。火葬場に駆けつけると建物を回り込んで薄暗い露天室に向かった。コーチ、コーチ。よく見ると火葬炉の鉄の扉が開いている。深夜、炉の中で身動きが取れないんだ、助けてくれ。相当弱っているのか、か細い蚊の鳴くような声で俺に訴える。うわ、友達思いだな、こいつ。何にも見えない真っ暗な床や壁を探る。しかし、工事の体らしいものはどこにも触れない。扉閉められたらどうすんの？閉められてない？これ。閉められてない？ちょっと、今の音何？二人分出来上がりだよ、フライドチキンの。閉められた？騙された。俺はすぐに己の軽率さを悟った。俺もコウジと同じように犯人の術中にはまってしまったのだ。あの声は確かにコウジだった。まさかコウジも仲間？扉の外側で静かに笑う声がした。誰だ？俺の焦りと怒りがそのまま声になった。騙してごめんな、深夜。俺悪気はないんだよ。でもこうするしかないんだ。コウジなのか。こんないい友達お前。どういうつもりだ。悪い冗談はやめろ。
今まで心配かけておいて、その上こんなわけのわからないいたずらしやがって。おい早くこっから出せ、本当に怒るぞ。そりゃ俺もこの扉を開けてお前を助けたいさ。でもそれはできないんだ。俺にはもう扉を開ける腕も踏ん張る足もないんだから。胴体も、骨以外は全部、実は俺この間その中で生きたまま仮装されちまったんだよ。エミゆかりに騙されてさ、炉の中に閉じ込められちまったんだ。エミと影野はグルになって俺をはめたんだ。そして俺は生きたままあいつらに焼かれた。痛かったよ、苦しかったよ。俺の煙は地下の煙突を通って裏山に出た。そしてそれを影野とエミゆかりが思う存分吸いまくりやがった。俺にとってこれほど幸福なことがあるか。俺は愛するゆかりの体に吸収されたんだ。おい、コージ、お前も変な性癖の持ち主かよ。深夜、お前もこれから生きたまま焼かれるんだよ。痛くて苦しいだろうけど、我慢してくれ。お前もじきに俺と同じ骨になるんだから、それまでの辛抱さ。うわ。裏にはボイラーの点火スイッチがあるに違いない。めっちゃ骨で歩いてる音じゃん。カッ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 。スケルトン T じゃん。あ、祖母の話。炉の中には地下水道につながる出口があるはず。あれだけの広さだ。人だって間違いなく通れるはずだ。俺は急いで真っ暗な炉内を手探りで探し始めた。しかし、焦ってなかなか見つけ出せない。焼却炉の中がどのような間取り、形状になっているのか全くわからない。それでも必死にあたりを探る。そっか、ばあちゃんの話がそこで生きてくるんだな。早くしないと、点火されてしまう。ちくしょう、こんなところで死にたくない。点火スイッチを押す音が聞こえた。万事休すだ。扉を思い切り叩く。あー、どっち、感情に訴えかけても、叩いたらなんかボコンみたいなさ。うわー、痛い痛い、なんかめっちゃコントロール震えてる。うー、赤いよ。暗かった視界が突然赤く染まる。ギャッ、全身が激しい痛みに包まれ、自分の体が焼けていくのを感じた。痛い痛い。俺は炉の中を転げ回った。しかし、それもほんの数十秒のことだった。コージ、お前もこんな思いをしたのか。いやいや時間を置いて、火葬場の裏山から一筋の黒黒煙が立ち上がったが、それに気づいた者は誰もいない。マジか。めっちゃいいやつだったのにな。いやー、長編シナリオだったの。なんか黄色いぞ。なになになに、なんか黄色くない、ここだけ。なんで黄色いの、どういうことなの、惜しかったよっていう印は。なんかめっちゃエンディングいっぱいあるね。ちょっとこれいい感じのエンディングいけるように、ちょっと攻略を見ながらちょっともう一度だけチャレンジしてみましょうか。多分2パートに分けてるとは思うんで、じゃあちょっと状態も復活させないとね。許せねえな、コージ。影の聖吉。え、こいつ？影のって？おっさんやん。あ、こっちか。あ、お父さんがいるんだ。はー。何やらなんか、もっとでかい物語の匂いがしますな。そう。あ、コージ。で、コージも回復だわ。コージも骨になっちゃったからな。もうド変態だったもんな。工藤先生。工藤先生。じゃあ、滝園くん。絶対お前を生存させてみせるぞ。はい、ここまで戻ってきました。なんかね、かなりね、このシナリオ分岐をめちゃめちゃするらしいんだよね。なんかエミちゃんのシナリオと影野のシナリオで初めめっちゃでかく分岐して、その後もなんかいろんなシナリオに飛んだりとか、するらしいんだけど、ま、かなり惜しかったらしいね。ここ、とりあえずとにかく話しかけるらしい。おい、ちょっと待てよ、このまま俺を殺すと大変なことになるぜ。それでもいいのか。じゃあ、俺はとっさに嘘をついた。
しめた、点火スイッチを消す音だ。少しでも時間を稼げればいい。その間に出口を探すんだ。うまいな。大変なこと、どんな大変なことになるってんだ。嘘だとひどいぞ。どうせ殺すつもりのくせに、とにかく口から出まかせだ。いや今ね、骨しかない、脳みそもない状態だからさ、なんか適当なこと言ったら騙されそうだよね。俺が今日ここに来ることは母さんに話してある。もし家に帰らなければエミさんと影の調べてくれと言ってきた。言っていた。なんだそんなことが。いいよいいよ、秘密を知った奴らはみんなこの火葬場で焼いてしまえばいいんだ。つまらないこと言って時間を無駄にした罰だ。思いっきり高温で燃やしてやる。お前のことを助けに来たんだぞこっちは。とその時手にヒヤリとした感触があった。お、これは鉄格子。穴を、鉄格子の蓋で塞いでいるんだ。俺はそれを思いっきり引っ張った。開くか。焼却炉内に豪華が走り、一瞬にしてまばゆい死の光がまぶたを貫いたと同時に、俺は真っ暗な穴を転がり落ちていた。冷たい石畳に叩きつけられたが意識はあった。間一髪だった。どうやら、蓋に鍵はついてなかったらしい。俺は助かったのだ。こっからやね。俺は安堵と歓喜からつぶやいた。しかしそう思ったのつかの間、激しい炎の熱が急激に迫ってきた。俺は焼却炉、おーすげえ 3D 焼却炉から逃げるように反対方向に向かって一目散に張った。地下道は縦横1メートルもない四角く狭いトンネルだった。進むにつれて炉から漏れる光が遠くなり、再びほとんど何も見えなくなった。その後どれくらい這い登っていけば裏山の出口に出られるのかも見当もつかず、炉の熱気は相変わらず背後から迫ってくる上、次第にその温度が増してきた。怖いなこれ。このままではこの熱で焼け死んでしまう。それに気のせいか空気が薄い気がする。多分炎のせいで空気がなくなっているんだ。このままでは酸欠に陥って命はない。俺は死に物狂いでトカゲのように必死に張った。ぬめった石畳で 何度となく滑って膝や肩を打ちつけ、爪が剥がれるような激痛も感じながら這い進む。てか焼却炉勝手にさ、なんか燃やせるようにするなよ。ちゃんと管理しとけよ。乾いた熱気が俺の体を舐めながら容赦なく追い越していく。皮膚が焼けてヒリヒリする。熱の流れが激しさを増すにつれ、漆黒の地下水道の中を不気味なうなりが響き始めているのを感じた。重低音。大丈夫かこれ。俺は巨大な下流の喉ぼ、え、喉頭に迷い込んでしまったかのような錯覚を覚えた。次第に手足が動かなくなってきた。痺れて感覚がなくなってくる。もうダメだ、死ぬ。お？そう諦めようとした時、頭頂部が激しく石の角にぶつかった。なんか出られるんじゃないの？こっから先、進路が二股に分かれていて、その角に頭をつけたことが分かった。うわぁ。この地下水路は枝分かれしている。俺はそれが意味するところを必死に考えた。これはどちらかが廃墟への出口なのか、そしてもう一歩は他の出口に繋がっているのか。でも廃墟出てもなぁ。廃墟は出ない方がいいよな。つまり煙がむやみに流れ出ないように、肺炎口以外の通路は塞いであるに違いない。祖母の話では肺炎口は、郊外に伸びていると言ってた。どうすればいい、どっちの道ばいい。俺は助かるんだ。道の選択が俺の生死を分けるんだ。かー、どうしたらいいんだこれ。ここ攻略まだ、やったー、なんか押した、見てないのに押した。俺どっち押せ、時間があんのかい。こうなれば一気に焼かれる方が楽にしてた。時間があんのかい。ここまで結構遠いんやで。うわー、時間制限あったー。はぁ、これはさすがに予想外でしたねこれ。はぁ、この黄色なんなんだろうね。いや、また復活させてやらなきゃね。
じゃあ、ちょっとさっきまで戻ってこようよ。まあ、エンディングは1個増えたからね。右行きます。もう時間がない、時間がないからね、右行きます。もう考える余裕はなかった。右だ、右へ進んでみよう。俺はすぐに右側の通路へ突き進んだ。しばらく進むと何か聞こえてきた。ゴーっという焼却炉から聞こえてくる音ではない、逆の方向、今俺が住んでいる方向から聞こえてくる。俺は耳を澄ませてみた。猫。あ、じゃあ別のあれが入り口かな、水道というか。え、別の出口に繋がってる。じゃあこのまま進みましょう。後ろから熱風が突き上げてくる。あの熱風の中へ戻るなんて、それこそ自殺行為だ。俺は先へ進むことにした。聞こえるってことはなんか出れそうなんじゃない、近いんじゃないの。地下道はその先幾重にも枝分かれしていた。俺は鳴き声を頼りに道を進んだ。猫が鳴いてるのだ。猫を助けてくれ。俺はひたすら暗闇の中を這いずり続けた。とりあえず生存したいよな。突然行く手に硬いものが当たった。壁だ、行き止まり。俺は間違った選択肢を選んでしまったのか。いや違う、猫の鳴き声は聞こえてくる、聞こえ続けている。うおー、俺は暗闇を見上げた。かすかだ、かすかだから情報から風が流れてくる。そして猫の鳴き声、行き止まりではない。行き止まりとなった地下道の暗闇はそのまま垂直に上に向かって伸びていた。え、井戸とかなのかな。相変わらず狭い地下道であったが、俺はようやく立ち上がることができた。どこここ。うん、俺の目線からわずか2メートルほど上空がうっすらと。2メートル登るの難しくない。お、どこだ、ここ。俺はなんとか地下道から這い出した。そして外の空気を大きく吸い込んだ。すいません助かったの。しかしそれはどこが薄暗い小屋のような建物の中だった。あばら家か。俺はまたどこか別の廃墟に出てしまったのだろうか。どこなんだこれ。足元から猫が聞こえてくる。え、おや、人が出てきた。え、え、誰だこいつ。死神、まるで死神のような格好。え、珍しい珍しい、いつもは煙だけなのに今日は煙の元が出てきちまった。ヒホホホホ。誰だよお前。だ、誰ですか。固く侵入罪だな。罪人だ罪人、罰を与えたけど。嘘、なんで次から次へとわけのわからんこと起こんだよ。そうだ、肥料にちょうどいい。あの煙であれだけの効果を得られるんだ。煙の元ならどうだろう。ヒーホホホホ。それ、ちょっと。誰だよ。突然黒ホーフードの男は手にした鎌を俺の頭に打ち下ろした。あのさ、あのおでこにカトリ線香つけてるやつの友達だろこいつ。え？え？猫だ。猫の鳴き声が聞こえて。魔女の家だったの？いや、嘘でしょ？そんなバカな話ある？なんで急にこんな死に方したんだ、俺は。エンディングは？あー、あと2個あるね。なんかでかい分岐があるらしいんだけど、ちょっと住民情報。また死んじゃったなー。経力減ってきてるもんな。こいつがね、塚山東太ってやつが、なんか死んでるんだよね、さっきから。で、こいつも蘇らせないとできないんだよな。こいつって、出てない？出てきてないよな。工事に深夜だもんな。こいつがなんかさ、気づいたら死んでてできなくなってんだけど、こいつ誰なんだろうね。謎の人物がいるわけですね、まだ。もういちいちこいつら蘇らせなきゃいけないからさ、結構金食い虫なんだよな、このシナリオ。金食い虫、軽力食い虫。ということで、ちょっと2パートに分けないと多分ダメだと思いますが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、
前回右に行ったから左に行くルートをやってちょっと岐阜県のシナリオ一旦終わろうかなと思います。まあまだまだあるんだけどね、シナリオ自体は。でちょっとご当地紹介シナリオとかを次回は挟みつつなんかいろいろやっていければなと思います。ということで次回に続きます。